愛武大ダ駅は神奈川県相模原市南区新都にある東日本旅客鉄道相模線の駅である。地名の愛武台は戦前に陸軍士官学校に対して昭和天皇がその故障を与えたものである。解説当初のザマ新都は当駅が当時の高座軍ザマ村と同軍新磯村新都との境界付近に位置したことによる 1937年に金傍に陸軍士官学校が移転してきたことにより1938年に陸士前と解消し戦時体制が拡大する中、1940年にザマ町と再解消し、わずか15日でアイブダイカと再再解消した。近隣の小田急小田原線のアイブダイ全域と同様に防雨用上の理由とされる。 島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームと駅舎は古戦橋で結んでいる。元々は古くからの木造駅舎が使用されていたが、老朽化に伴って2016年1月から駅舎建て替え工事が行われ、2016年7月に新駅舎が完成した。駅舎改築に伴ってトイレも建て替えられ、新たに多機能トイレが設置された。 ただしエレベーター等のバリアフリー設備は2016年9月現在も設置されていない。無人駅で2004年4月から2016年3月12日まで JR 東日本ステーションサービスが業務を行う業務委託駅となっていた。自動改札機は設置されておらず、改札口での有人時間帯は駅員が収札を行っていた。 また、簡易水化改札機が設置されている。駅舎には、自動券売機が1台設置されている。2014年12月26日まで営業していた、出札窓口では、長距離乗車券や、指定券なども発売していた。2014年度の1日平均乗車人員は1241人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。駅前広場。 愛部大前駅とは約3キロメートル離れている。かつては、イリア駅との間に本座間駅が、下溝駅との間に、上磯部駅が置かれていた、注車区店。ありがとうございます。